です。本日は車両車に来たよってことで、今まで電車でしか行けなかった場所とは違い、車でも行けるようになりました。電車とバスで乗り継いで一生懸命ラーメン屋まで行きたいとは思わないので、本当に頑張って買ってよかったなって思います。お金のやりくり考えるのは結局上司なんですけどね。本日は西日本のチェーン展開しているらしい風雲丸さんです。こちら地図見てわかる通り、西鉄大牟田線と七隈線のちょうど真ん中に位置しており、車で行くしかないお店です。福岡の街を車で初めて走りましたが、なかなか混んでますね。福岡といえども車社会の地方なだけあって、至る所で渋滞が起きてました。電車綺麗な。これぶーちゃん決めた。これ温玉、うん、ショーはないのかな。ちなみに言い分あるね。あ、いいよ、余ったら俺が食えばいい。ありがとう。さて、このお店でした。ですが、福岡あるあるですが、漬物は食べ放題でした。しかも3種類もあってバイキング形式になってました。上司はなぜか高菜を取ってきてくれなかったので、私が取ってくることになりました。広さだと厳しい。全然無理。そう。やっぱ。じゃあそっか。やっぱ厳しいか。ハマるよ。でも無理って言ってても一生運転うまくならないから。うん。俺バックするときミラーしか見てないから。ん？ミラーしか見てないから、バックするときは。俺はな。で、広さの感覚を見て、うん、で、この角度でハンドル切れば、うん、この前の車には当たらないで入る。うんうん、で、あと左に行って、左がぶつかりそうになる前に、こうちょっと前に出して。で、濃厚つけ麺には冷や盛りと厚盛りがある、注文時に選ぶべし。2、がっつり豪快に麺をすするべし。飛び散るスープは気にするな。裏技1、スープにレモンを絞るとすっきりとして爽やかな味わいに変化。裏技2、麺を完食、まだまだ食べられるぜという方は割り飯を注文すべし。裏技3、ご飯よりスープを味わいたい方、特製スープを利用すべし。裏技って書いてるけれども掲載してたら裏技にならない気がするんですけれども、まあいいや。つけ麺は石鍋につけだれが入っているものと通常のお皿に入っているものがあり、値段は今回頼んだ石焼き温玉濃厚つけ麺は890円、上司が頼んだ濃厚つけ麺は750円です。タレはずっと熱々です。石焼きにすると40円ほど値上がりするようです。さて、来た瞬間グツグツしててとっても美味しそう。お味は魚介だしが効いてて美味しい。久しぶりのつけ麺を堪能できてとっても満足です。石焼きと石焼きじゃないのの違いは厚さだけみたいです。つけ麺って麺を冷たくして提供されるので、最後の方は出汁が結構冷えてるんですけど、石焼きだとずっと熱々のまま食べるのいいですよね。細麺ではないよね。うん、美味しいよ。美味しい、うん、普通カネトラと比べたらカネトラ、うん、カネトラの方がしっかり美味しい。うん、いい、うん、うん、いい、うん、いい、うん、どっちでもいい。あ、うん、もう美味しい美味しい美味しい。
あ、焦がし魚介の味。さて、我々は大満足に腹を抱えて帰ることができました。今後は今まで行けてなかったところにも足を伸ばせるようになったので、めっちゃ楽しみです。